美少年、瀬戸内晴美。朗読、ケリー白鳥。菊岡雅子が N 駅のプラットホームに降り立ったとき、眼下に広がる N 町の明かりが目に染みる美しさできらめいて見えた。日暮れ前、シュールが走りすぎたので、 空気が現れ、いつもより明かりの色がさえざえと瞬くのであろう。時刻もちょうど黄昏から夜へ、闇が深められたばかりであった。雅子は一日のうちでこういう時刻が一番嫌いだった。人懐かしそうな明かりの瞬きには、憎をさえ感じている。その明かりが、 連想させる家庭のロベの団乱というものに抑えがたい嫉妬が湧くのだ。雅子の肘に突き当たり、無様につんのめりながら振り向きもせず背広の男が追い越していく。右も左も前も後ろも、埃りと汗の混ざり合った末臭い匂いを立て、疲労を剥き出しにしたサラリーマンたちでひしめいていた。 その人群れに押し流され、雅子は不機嫌な表情で駅前広場へ吐き出されていた。ジミーのバーへまっすぐ行くにはまだ早すぎる時間だった。イライラして指を鳴らしながら、雅子は大股に広場を横切って行った。黒のウールピケの細いスラックスに男仕立ての縞ワイシャツ。 マトロンシ色の短いカーコートを引っ掛け、首筋でぷっちり髪を切り揃えているマサコの後ろ姿からは、三重女の色も匂いも漂ってこない。すれ違いかけた和服の二字杖の女が、そっと袖を引き合ってマサコの顔を横目で見つめた。軽蔑を込めた冷たいマサコの目に、じろっと睨み返され、二人の中年の女は、 見苦しいほど顔色を変え、足を早めていった。ゲイボーイと間違えられ、露骨に覗き込まれたことに腹を立てるより、突然おかしさがこみ上げてきた。雅子は唇を緩め、低く笑い声を漏らした。ゲイボーイの経営するゲイバーへ、今夜これから客になっていく自分だと言ってやったら、あの中年の女たちが、 もっととんまな表情をさらしただろうと皮肉な笑いが収まらない。時間を潰すつもりで喫茶店へ入るとコーヒーの匂いで急に空腹を感じてきた。甘いシャンソンの流れている薄暗い店内は客の影もまばらで落ち着けそうだった。奥の突き当たりに一段高くなって部屋らしくしつらえた場所が見えた。 あれば、軽くサンドイッチでも食べておくつもりになり、雅子はまっすぐ奥のソファーに進んでいった。四つ並んでいる背の高いソファーの一つに身をかがめかけた途端、雅子は慌てて身を引いた。薄暗い壁のスタンドのほかげに映し出され、ソファーにうごめいていた人影があったのだ。学生服の男は、 女の上にうつむき込んで顔を上げなかったが、女は男の顔の影から、きらりと目を光らせてマサコを見上げた。唇を合わせたままで顔色も変えない。素足にサンダルシューズを履いた足が不自然に曲げられていた。十七八の少女だった。さりげない顔つきで入り口に近い席に引き返してきたものの、 口の中に砂利でも詰め込まれたような不快さが残っていた。コーヒーを半分飲んだだけですぐその店を出た。自分の眉がキュッと寄せられ、額に醜いシワが刻まれているのがわかった。雅子はわざと足を引きずった自堕落な歩き方でビアホールを探した。 勤め帰りの男たちで満員のビアホールでは、かえって雅子のような女一人の客も目立たなかった。壁際の硬い椅子に落ち着き、雅子は運ばれた重いチョッキを一気に傾けた。喉をグビグビ鳴らす。そんな乱暴な飲み方が、荒ぶった今の雅子の神経をかえってだめてくれるようだ。 青臭い空豆に歯を当てながら、ーイに手招きでおかわりを注文した。この二、三年来、雅子は狩猟がぐっと上がっていた。上ばみ、おまさだ、など冗談半分にあだなされても、ケロリとしている。会社でも編集者仲間の間でも、菊岡雅子は、 さっぱりした気象のほがらかな腕利きの婦人記者だということになっていた。姉子というのが雅子の通称になっている。婦人雑誌女性の総監とともに入社している雅子が、いつの間にか会社では一番古顔の社員になっていた。編集長だけでもすでに三度変わった。女性は当たった。 小さなビルの2階の一室で7人の社員で始められた政子の入社当時から見れば今は西銀座に小さいながらも一軒のビルが建ち社員も顔の覚えきれないほどに増えているそれで飽きたらず週刊誌校長の波に乗って週刊誌マダムを出そうというのだ2杯目のビールを喉に流し込みながら政子はちょっと 自分に下打ちした。あの編集会議で、くちばしななければ、こんなつまらない役目を引き受けるはめにはならなかったのだ。PG ばかりの乏しい懐を狙わないで、家庭の主婦のへそくり族を対象にした週刊誌なら、伸びる余地があるのではないだろうか。ちらっと漏らした不用意な雅子の案が、 思いがけない重要さで取り上げられ、いつの間にかのっぴきならないところまで具体化してしまったのだ。勢い、雅子は女性の編集部からマダムの新編集部へ移らざるを得なくなった。30という雅子の年齢が急に正確にみんなの頭に蘇ってきた。姉子、30女が集まるとものすごいワイダンが始まるんだって。 女子大でなんてやつが一番ハレンチだぜ。生物学的にとか関連的にとかお題目並びやがって、オタクはオルガスムスが同時に終わってらっしゃいますかなんて抜け抜けと言ってやがる。オナニーによる罪の意識についてなんて堂々たる論文の当初があったじゃないか。トップ記事の検討という目的がとんでもない方へ落ちていっても、 雅子は顔色を変えないで聞き流している。長い記者生活の間に、作家、画家との付き合いで、深酒もたびたびしたし、酔えば必ず落ちる話に、大抵の内容なら聞き飽きていた。シラフで調子を合わせるのが照れ臭さ,さに、いつの間にか酒の腕が上がったとも言える。料理屋の席で、座が乱れ、 卑猥な恋歌がシャミに乗り出し、番が回ってくれば、四度に一度は男たちがあっと声を上げるほどの大胆な歌を歌ってのけることもある。性教育ダンスなどの露骨な踊りに顔をあからめたりはしなかった。裁けた女、色気はないが、まさか処女ではあるまいというのが、雅子への一致した見解だった。 けれども、菊岡雅子は30歳の今日まで、男と肉体的交渉は一度も持たなかった。自分の処女性を切り札に振りかざすことができたのは、せいぜい26ぐらいまでであったような気がする。それ以後は仕事の上で娘ではないと言った方が都合の良い場合が多かった。なんとなく男に一度も触られたことのない女だというのが、 かえってコンプレックスになって、雅子は我から非所属を装うことさえあるようになった。ほがらかで気さくな偽りの仮面が、いつの間にか雅子の真実の顔に張り付いてしまった。その重みが肉に食い込むほど、雅子の中の本当の顔は、どす黒いろく毛を吐き、額に醜い縦じわを刻みつける陰惨な層を深めていった。 二杯目のジョッキを空にすると、いくらか眉のあたりが伸びやかになった。ジビーのバーで飲むことを考えれば、ここではもう限度であった。雅子コは立ち上がった。バスコントロールのモデル地区調査と美少年とよろ巻夫人、週刊誌マダムの総刊号の準備として、雅子に与えられたページであった。向こう島にあるモデル地区へは、 昼間いっぱいかかって出かけてきた。あとは美少年ジミーの店さえ探訪すれば今日の仕事はおしまいだ。ジミーの店はすぐ見つかった。駅前の盛り場を突っ切ってバーや飲み屋が並んでいるハモニカ横丁の入り口のタバコ屋でまさこはピースを二箱買った。この奥にゲイバーがあるゲイバーって 50年配の女は気厳な顔をした。綺麗な男の子のやってるバーよ。おしろいつけた男の子。ああ、ジミーちゃんの店でしょ女は歯茎をむき出しにした醜い笑顔になった。店の前まで出て指さして教えた。綺麗な人ですよ。女だって金やしませんよ。そう、どうもありがとう。女はニヤニヤした顔つきのまま、 今更のように、雅子の全身を見上げ、見下した。好奇心で光る女の目が背中に張り付いているのを感じながら、雅子は大股に横丁に曲がっていった。教えられた民謡酒場の横の袋工事のどん詰まりに、ジミーのバーはあった。路地は狭く、店の軒下に張り出した民謡酒場の赤いちょで、ほとんど塞がるぐらいだ。 陽気な声で木曽節を合唱するのが路地いっぱいに響き返っている。セピア色に塗り込めた山小屋風の構えのジミーのバーの扉を押すとき、さすがに雅子は頬が引きつるのを感じた。いらっしゃい。黄色い裏声やのぶとい声が飛びかかった。ひどく暗い穴蔵のような奥に細長い ドマをスタンドが真っ二つに縦に仕切っている。真っ赤な絹りのランプが壁に二つ取り付けてあるだけで、照明らしいものは他にない。薄赤い光の中に、もう先客が数人、スタンドの前の一本足の椅子に陣取っていた。バーテンの真正面の空いた席へ上がり、スタンドに肘をついた。まさこはようやく度胸が座った。 職業意識が頭をさえさせてくる。客の半分は女だった。いらっしゃい。何召し上がるしゃがれた太い声が女の口調で聞いた。バーテンの横に向こう向きになって入り口の客と話していた顔が、突然こっちを向いて声をかけた。ジミーだ。舞台女優のように、濃い、 トノコ色の化粧を施した華やかな顔が、雅子の目を捉えに来て、ニッとえみこぼれた。つけまつげか煙るほど密生した濃く長いまつげが丹念にカーラーで巻き上げられている。アイシャドウで影をつけ、墨で目張りを入れた目が、濡れ濡れと光る瞳で見つめてくる。自分の瞳の魅力を十分意識している流し目だ。 ブランデー。雅子はジミーにではなく、目の前のバーテンに向かって低い声で告げた。ジミーがすぐ聞きつけていった。あら、あたしもブランデーと呼よ、お姉ちゃま。お姉ちゃまか。雅子は思わず失笑しそうになった。ジミーが音のしそうなまつげを合わせ、キュッとウィンクしてみせた。声はあくまでしゃがれ声で太く、ご調は女である。 バーテンもジミーの他に二人いる少年も際立った美形だ。化粧していないのはバーテンだけで、ティーンエイジャーらしい二人の少年も動乱化粧で紅を指していた。どの指の爪にも赤や真珠色のマニキュアが施されている。綺麗だね、本当に。いつ見ても綺麗だよ、ジミーちゃんは。まさこはぎょっとして、 傍らを透かしてみた。すぐ隣の椅子にかけているのは、明らかに五十は過ぎた女だった。黒っぽいおしにネズミ色の博多帯染めているらしい髪にパーマがかかりすぎ、ちりちりちぎれ上がっている。やぼったいシフに見える。常連なのだろう。あたり構わずため息を吐き出した。 ああ、本当に、なんて綺麗に生まれついたんだろうね。惚れ惚れするよ。あら、ほんと。ママ、あたし、ママのお嫁さんに行っちゃおうかしら。ほんとに来ておくれ、もらっちまうよ。まあ、嬉しい。まさか驚いて二人の方を見つめていた。どの客もニヤニヤしながら、この奇妙な会話のやりとりを聞いている。ジミーの馬の空の口調はよくわかるが、 女客のため息や小姉は真に迫っていていい見せ物なのだ。ママ、歌えよこれは男の酔いの回った声だった。はい、今すぐね、ちょっと待って。男のジミーが、ここではママと呼ばれる。そのママが、お客をまたママと呼び、お姉ちゃまと呼ぶ。正気の世界ではないのだ。二つだけと思った証明が、 もう一つ、スタンドの陰にあった。キノコ型の手の中に入りそうな豆ランプが、ジミー専用の明かりらしい。ジミーはひっきりなしに、公平に客へ合図地を打す傍ら、3分置きぐらいに、コンパクトの鏡を覗き込み、その豆ランプの光を頼りに、化粧直しをする。大型の緑色のセルロイドのコンパクトが、豆ランプの横に備えてあるのだ。 客の注視を一斉に浴びながら、ジミーは鏡を覗き、パフで頬を押さえる。この白い、本当によくつくのよ。透明お白いっていうの。つけた感じがグッとナチュラルでしょこれはジミーの独り言なのだ。あるいは、その瞬間、化粧に没入して周りの誰も消えてしまい、鏡の中の自分だけになり、自分に話しかけている言葉なのかもしれない。 まつげを引っ張る。マスカラを塗り直す。緑色の小さな櫛で、念入りに額に垂れかかる髪の風情を整える。ママの代わりに、ゆかちゃんに先に歌わせて。名乗り出たのは、ともえもん作りにしたような、ひとえまぶたのなまめかしい痩せ型の美少年だ。よう、ゆかちゃんやれジミーの前座だメガネをかけた、 コンセビロの男は、だいぶ酔いの回った顔で生やし立てた。その横で、ぴったり寄り添い、顔をくっつけ合うようにしている若い男女の一組は、明らかにマサコと同じ、今夜初めての客らしい。好奇心で入ってきて、一つ一つの現象に、ただもう、ドキムを抜かれているといった風に見えた。マサコはそっと首をめぐらし、自分より奥に席を取った客たちをうかがった。 突然、レコードがわめき出し、それに合わせてゆかちゃんが、喉を締め上げられるような声で歌い出した。またもやジミーは鏡を覗き込み、化粧に余念がない。ちょっと、ジンフィーズをもう一杯。バーテンに言いつけたのは、五十のママだ。目を細め、目尻にシワのより集まった顔で、吸い付くようにジミーの化粧する顔を見つめている。 奥の客はむっつりと押し黙った男と女だった。連れではないらしい。男はこの店の美少年に引けを取らないくらいの美男子だ。檻の深い青白く引き締まった淡麗な容姿をしていた。復元に押し黙ってハイボールを開けている。女はまだ二十歳そこそこだろう。雅学生といった感じ、身なりに構わない風に見え、 自分でハサミを入れたような不揃いな髪をバラリとおかっぱにしている。目の上に垂れ下がる前髪の影から、時々燃える目つきでジミーの顔に目を注いでいる。ユカちゃんは目をつぶり、眉をぎゅっと八時に寄せ、半夜のような頭水とも苦痛とも見極めがたい表情をした。全身をブルブル震わせながら歌い続ける。 神がかり状態の拝みやそっくりの陶水鏡だ。音階が外れようが発音が狂って言おうが問題ではないのだ。この陶水鏡は完全に自分のものだけだ。ゆかちゃんのしかめ面はそんな椅子割り方でますます感極まった様子を叩たたえてくる。民謡酒場から急にどっと笑い声が伝わり、狂気じみた合唱で佐藤家佐が 響き渡ってきた。あら、何さ、民謡酒場なんか。こっちも派手に行きましょう。負けられませんわよ。勝つまでは。ジミーの美しい面上に生き生きと血が昇る。バーテンがひょいっと細長いものをジミーに手渡してやった。マサコは危うく吹き出しそうになった。黒塗りの子供のおもちゃの刀なのだ。 ジミーはそれを細いズボンの腰に刺し、長谷川和夫張りの色目を使って、ぐっと見えを切った。レコードが、またたびものを歌う民謡歌手のかんだかい声を振り絞った。狭いスタンドの中で、ジミーは首を振り、腰をひねり、おもちゃの刀を抜いたり刺したり、舞容疑をかざしたり、縦横無尽に踊り回る。さすがに熟練したもので、刀の先で、棚の叫びを殴ったり、 目と鼻の先のお客の額をかすめたりはしない。日本舞踊が終わったと思うと、その次はロカビリーのへっぴり腰スタイル。踊りながら歌いながらウインクしながら、客のコップを数えながら、いつの間にかジミーの琥珀色の陶器のような顔は、しっとりと汗に濡れて光り出した。突然、マサコは、 ビリビリ全身に異様な感覚が突っ走るのを感じ、コップを握りしめた。ジミーが踊りの切れ目のポーズの中から、じーっとマサコの目に流し目を送ってきたのだ。ジミーの色目に明らかに挑発された自分の肉体のざわめきを意識して、マサコは屈辱を感じた。そのくせ、自分の目の力の効力を正確に知り、 なお一層、こびをしたたらせた黒い瞳を吸い付けてくるジミーの目に、こうしがたい誘惑を感じていく。物心ついて以来、片時も忘れたことのない自分の容姿へのコンプレックスから、この瞬間、まさこは完全に解放されていた。酔いが急に全身を回り、目の中がカーッと熱く、甘く、むずがゆく、 くすがれるのを感じてきた。雅子の唇の端が、かすかに震えていた。ベッドの枕元の夜行時計が三時を指していた。雅子は一睡もできず、闇の中に何度目かの太いため息を吐き出した。ジミーのバーから持ち帰った酒の酔いは、冷め果てていた。 よどみのように疲労が背骨のあたりによどんでいる。闇の中にジミーの華やかな笑顔と黒黒の目のきらめきが無数に重なって現れては消え、また浮かび上がる。その顔の上に黄色くくすんだしなびた女の顔が重なる。ジミーのバーにいた五十女のようにも見え、 昼間あった向こう島の助産婦の顔のようにも見えてくる。ジミーの店で飲み続けたことも、薄暗い助産婦の家の板の間で避妊器具の使用法を極部模型を使って実験してみせられたことも、何年も前の記憶のように遠のいている。なんという一日だったのだろう。雅子は丸めた拳で、 ぎしぎしこめかみを押さえつけながら起き上がった。この家の玄関脇の六畳の洋間に下宿してもう4年にもなっていた。手探りでスタンドの明かりをともす。黄色い光の中に病室のような殺風景なガランドーの白い部屋が浮かび上がった。ベッドのほか家具は一切増やさない主義なので、 安病院の入院室よりはびしかった。窓際に学生時代からの机と椅子が一組ある霧で本も鏡も押し入れに詰め込んであった。窓には黄色くなった白木綿のカーテンが下がっているだけだ。壁には一枚の絵もない。女らしいと思われたい相手など一人もなかった。自分のために 部屋を飾るような潤いは何年か昔にとうに枯れ果たしていた。友人を招くなど一切したことがない。まれに仕事のことで人が訪ねてきたりすると、雅子は玄関から押し戻すようにして駅前の喫茶店へ連れて行った。独房のような無表情なこの部屋に帰り着くと、雅子は何より先に コルセットを引き剥がす。不自然な圧迫からマサコの腹部が解放されて伸びやかに気づく。と同時に、それまで顔面に張り付いていた陽気な仮面がすっぽりと落とされ、たちまち塔も吹けた黄色いマサコの本当の顔が浮かび上がってくるのだ。その顔は陰気らしく眉をしかめ、疑い深い目の色。 唇の両端に彫ったような八の字のシワを刻む表情であった。頬骨が出て目が小さく眉が一文字で太とぶと濃い。顎が張って鼻は大きすぎた。紅をつけたことのない唇だけがふっくらと冴えた血の色を透かせていた。下唇の真ん中に線が入って 左右に柔らかく盛り上がる日韓的な唇であった。自分の要望の中で唯一人に誇れるものがあるとすれば、この唇と三十過ぎても一本も虫歯のない象牙色の歯並びだけなのをマサは知りすぎるほど知っている。この唇を引き立たせたいばかりに雅子は化粧を一切しないのだ。 男に愛されない顔なのは、これまでの生活で残酷に思い知らされていた。十七の年から父の妾になり、養父母を養ったという雅子の母の可憐な顔立ちは、雅子の唇だけにしか伝わっていなかった。雅子からは祖父のようにしか見えなかった父も、見花立ちのはっきりした丹精な顔立ちをしていたのだ。 父母の美貌は兄と弟に受け継がれ、雅子には父の骨っぽい体つきと母の唇が伝わっただけだ。雅子が男に頼らない生活の設計をはっきり立て始めたのは女学校へ上がったばかりの頃であった。戦争が激しくなるにつれ、雅子の家の雨戸には夜の間に被告人の家とか国族、 とかの落書きが絶え間なく描き殴られていた。氷菓子として雅子の父の富が町でも指折りであるだけに雅子の一家に対する人々の憎悪は油を注がれるのだ。気候ヨ菓子の陰口を学校で嫌というほど当てこすられても雅子は決して涙を見せなかった。外で受けた傷は必死に耐え家に帰って 毒を倍にして母一人に吹きつけるのだ。気の弱い、無知で善良な母は、世間と雅子コの毒気に攻め抜かれ、二度も首を吊り損ねた。首に赤い筋をつけ、真っ青な顔で横たわっている母の枕元でも、雅子は自弾打踏んで憎まれ口を叩いた。母さんが死んだって、私の運命がどう変わるのよ。 死ぬなら私なんか生まないうちに首を吊ればよかったんじゃないか。そんな雅子、をおとなしい兄が髪をひっつかんで部屋中引きずり回した。その兄が押収された時と戦死の後報が入った時、母は初めて世間混じりができると泣いて喜んだ。しかもそれから10日も経たないで、雅子コたちと住む町に 原爆が落ちた。雅子の父は偶然雅子の家に来ていて、二階で母と一緒に死んだ。弟は工場で死に、雅子は作業場で帽子掛けと戸棚の下敷きになり、奇跡的に助かった。東京へ出た雅子は望み通り大学へ入り、卒業して二度勤めを変え、三度目に今の社に落ち着いた。 酔いの冷めた肌に、急に鳥肌が立ち、雅子はパジャマの肩をすくめた。ベッドを抜け出すと、スリッパの足音を忍ばせ、長い廊下を湯殿へ歩いていった。ガス風呂に昨夜の湯が、まだ生ぬるく残っていた。火をつけると湯の熱くなるのを待ちきれず、雅子は湯船に沈み込んだ。ぬるま湯の冷たさが、 下腹部にまといつき、わびしさがしんしんと背骨に突き上げてくる。胸に両腕を抱きしめると、右の手のひらに左の小白部のケロ色の跡が、ぬるっとした感触で触れてきた。帽子かきに支えられた青春か。まさこは自長の笑いを浮かべようとしたが、方が引きつり、思いがけなく、 涙がはふり落ちた。首から下が青いほど白いマサコの体が薄く濁った湯の中でかすかに温まってくる。湯に持ち上げられ形よく盛り上がった二つのチブサの表皮に細かい水泡がびっしりと宿り始めた。湯が熱くなった。マサコは知っていた。この二つの重いチブサがいつからか 膨らんだまま内側から衰えているのを握ればシコシコと指に触れていた丸い果実の手触りが柔らかくなり痛いほど張っていた皮下脂肪がいつの間にか薄く削られている木の枝にしがみついたまま内から立ち腐れていく果実を見ているようでまさこは背の皮膚が焼かれる痛みを 覚えるのだ。ジミー、もっと胸を開けろよ目を閉じると耳元に男のダミ声が返ってくる。体の線を思い切りむき出しにした細いズボンの上にジミーは純白のゆるいブラウスをつけていた。白サテンのブラウスは袖が元禄袖のように広く、襟ぐりは肩から肩へ一直線に切ってあった。 この服ダメなの。ほらね、これっきり開かないのよ。ジミーはツヤっぽい余ったれた目つきで男に言い訳しながら、それでも両手で思いっきりブラウスの襟首を胸の方へ引き下げてみせた。まるで体にまで化粧をしているのかと思われる、ぬめぬめ光る琥珀色のしなやかな皮膚が客たちの目を奪った。マサコは愚かにもあの瞬間 ジミーの緩やかなブラウスの胸にチブさが二つ隠されているのではあるまいかと目を凝らしたのを思い出した。ジミーの黒い艶やかな瞳がマサコの閉じたまぶたの裏いっぱいに広がってくる。マサコは胸苦しくなりさっと湯を弾いて立ち上がった。バカバカしい。しかもそのすぐ後からジミーの滑らかな美しい肌を自由にできるならば 自分だって落ちてもいいと、高ぶった感情が胸いっぱいにとどろき、膨れてくるのであった。ここよジミーあ、危ない !N 駅の駅前広場を眼下に見下ろすレストランブーケの2階から、雅子は一人で気をもんで、中腰になってそわそわした。N 駅のガード下の道路から、一目で吸い寄せられる得意なジミーの背広姿が、 広場を横切ってきた。目まぐるしく交差するタクシーの流れを、スイスイと縫い分けながら、殺走とブーケに向かって近づいてくる今日のジミーは、強烈な初夏の日差しをカッと弾き返す、純白の背広姿だった。少女歌劇のカーテンコールの舞台から、断層の霊人が、そのまま歩道に歩き出してきたかと思われる。人々が驚いて目をそば立てているのが、ブーケの2階から、 一望に見渡される。雅子は年がいもなく、カッと頭に血の遡ぼせ上がるのが、自分でもいまましいほど分かった。初めての夜から四日通い詰め、二度待ちうけを食わされた。待ちうけにギリギリ腹を立て、憎まれ口の一つも叩いて、今日っきりあんな馬鹿げたところから足を洗うんだと、勢い込んで店へ出かけると。 ごめんなさいね、お姉ちゃま。出かけるところへ、浜から友達が来ちゃったのよ。いつもよりずっと情を込めたジミーの目線量に、だらしなくも、たちまち、恨みも怒りも忘れてしまうのだ。昼間はね、本当のこと言うと、一週間前からお約束がいっぱいなのよ。お約束ってつまり、お座敷よ。 私はこのスタンドの中に一歩入れば、絶対本当のことは言わないし、本当の顔を見せない主義なの。ここは舞台だと思ってるのよ。だからさ、私の本当の心と付き合いしたいとおっしゃる方には、昼間呼んでいただくことにしてるのよ。お座敷か。いいわ。私もジミーにお座敷かけるわよ。ちゃんと契約してよ。雅子は決して漏らすまいと思ってきた最後の切り札を、 ついに出す決心をした。もう仕事より目の前の美少年の不思議な魅力の方がマサコの心を自由にかき回す力を持っていた。私はね、実はジミーのあんまり損にならない話で会うつもりだったんだけど、マサコはそこでじらすようにタバコを加えた。ジミーの長いまつげがすっと伏せられ、化粧品の匂いをこもらせながら、 マサコの頬をすれすれに近づいてきた。マッチがジミーの手のひらの中で美しい炎を上げ、マサコのタバコにつけられた。損にならない話ええ、そう。あんた言ったわね。こんな商売してるのもある大きな目的を果たすための手段だって。ジミーの目が初めてこびを忘れ、きらりと光った。 マサコはジミーの手の中に自分の名刺を握り込ませた。この雑誌知ってるあら、あたし、ここのスタイルブック大好きよ。うちの社で近いうち週刊誌を出すのよ。そのトップ記事のグラビアにあんたを使おうかと考えているの。まあ、素敵ね口の感性とは別にジミーの大きな瞳は感慨深そうな色に沈んでいく。ユカちゃんが、 うちのママは高校一番で出た秀才よ。と自慢するのもまんざらんでたらめでもなさそうだ。無気な真剣な秀才の少年らしい素顔のジミーがちらっと化粧の下から顔を覗かせた。それで、一体あんたいつが暇なのよ。お座敷かけるのは私個人じゃなくって習慣マダムだってことをちゃんと考えてね。いい加減なすっぽかしはダメよ。 雅子は急に高びしゃな口調をとった。ジミーはおとなしくまつげを伏せて考え込んでいた。やがてズボンのポケットから小さな手帳を取り出すとパラパラとめくり始めた。えっと、明日、水曜日。そうね。1時から2時までなら空いてるわ。じゃあ、いいわ。きっとよ。N 駅の前のブーケの2階に決めましょう。 その夜はハイボール一杯飲んだだけで、雅子はわざと名残惜しい気持ちを押し隠し、ジミーの店を出たのだ。何度か通ううち、雅子にも時間によって様々な種類の客種がこの店に来ることに気がついていた。女の数が多い時にはドアから首を出しただけで、チェ女の時間か、早すぎら、と捨て台リフを残して帰っていくものも多かった。 女の客でも、マサコの行く8時や9時は素人が多く、12時過ぎてからは、バーのマダムやキャバレーの女たちが繰り込んでくる模様であった。あれだけ女が来るのだもの。ジミーが男色一筋の男だなんてありえない。この4、5日の間にマサコが無理やり自分に信じ込ませようとするジミーへの観察の総決算であった。 金さえ出せば買える男なのではないだろうか。雅子は自分でも思いがけない執着でジミーとの相引きを狂おしく思い描いた。勤めが長いので雅子には相当な貯金ができていた。広島の父の家から送られた不動産も思いっきりよく手放し手堅い株に変え抜け目なく離職してあった。 醜い女が金を貯めているのを知られたらどういうことになるか、雅子には想像がつくので、絶対他人には気取らせていなかった。男は欲しい。心の底から、体の芯から男が欲しい。しかし欲に絡んで、ただそれだけのために男に陥れられるのは、雅子のプライドが許さなかった。 父が母の青春を買ったように、自分が若い男の肉体を金で買い取ったっていいではないか。年上の男の憐憫のこもる燃え上がった眼差しには我慢がならない。若い男、しなやかな肉体と疲れを知らぬエネルギー。自分には恵まれなかった美貌と自分からは消え去ろうとしている青春の息吹。それらのすべてを金持った。 若い美少年を買おう。雅子は自分の描く若い男が、世の常の健康な若者とは、およそ遠藤医、狂い咲きの花に似たゲイボーであるのに気づいていない。雅子の目の中には、もうジミーの極彩色に色囚られた、怖くてきな笑顔しかなかった。あれだけの店を21の若さで開くからには、ジミーに、 れっきとしたパトロンがついていると考えるのは常識であろう。アメリカ人だろうが、中国人だろうが、構うものか。私は戦ってみよう。現に、彼らの筋力だけでは、ジミーは満足していないのではないか。ジミーの盲点をつくことだ。有名になりたいという、ジミーの盲点を。ジャストでしょマサコの前に立ったジミーが、 左手首に三つ並べてはめた腕時計を突き出した。おしぼりを持ってきた少女が、ジミーの水際だった美少年ぶりと、大げさな三つの腕時計に、口を閉め忘れるほど気を奪われている。まあ、おかけなさい。なあに、その時計。借金の刀なのよ。どうせ払ってもらいやしない。何分の一にもならないわ、こんなもの。 見違えたわ今日の地味。雅子は自分の声がうわずってるようでドキドキした。でしょうあたし言ったでしょう外でお会いするときはバーの時ときとかは全然違うって。ちゃんと背広着て男の服装よ。お化粧はしてないでしょう政子はだらしなくため息をつきそうになる。アイシャドウや 悪どい目張りをとったジミーの素顔は、それが本物のまつげなのか、稽古なほど美しい二つの瞳に影をつけて、夜の明かりの下で見るよりも、さらに、悩ましかった。綺麗だわ、今日のジミーちゃん。美少年はにっこりと笑い返した。三分ごとに鏡を覗き込まずにはいられない、このナルシストは、 自分の美しさへの称賛の言葉だけは何万遍聞いても心地よいらしかった。いつの間にかカウンターのあたりに9時の少女たちが一塊になってジミーの方を見ているのにマサコは気がついた。ジミー、みんながあんたを見ているわ。あたし、どこでも見られるから慣れっこよ。十くらいの時からいつも振り返られたわ。この前、 映画であんたたちを募集してたでしょあと時どうしたああ、あれ特別に出ないかって、あたしを引き抜きに来たわよ。でも断ってやった。いい加減な役は嫌なのよ。あたしの最終目的はね。ジミーは媚ビを忘れた瞳に、キラキラ少年らしい光を宿しながら、夢中で状態を乗り出してきた。自分で書いた小説を原作にして、自分で主役して、その中で、 踊って歌う。それだけが同時にやれる条件でなければ安売りしないの。あんた、小説書いてるのええ、もうノート三冊溜まってるわ。ジミーはますます目を輝かした。マサコはこんな風ではないと内心イライラしていた。昨夜、根もやらず描き続けたジミーとの相引きは、 こんな雰囲気で始まり、こんな会話で進行するはずではなかったのだ。雅子はシュガレットケースからタバコを取り出し、口にくわえた。話に熱の入った今日のジミーは、目の前のタバコに火をつけようともしない。それとも、外で会うときは、そういうサービスは一切しないすぎでも作っているのだろうか。雅子は鼻じらんで、自分で乱暴にマッチを吸った。そりゃあね、 綺麗な男はたくさんいるわよ。あたしより綺麗な子だっていないとは限らないわね。でも、綺麗な上に、歌えて、踊れて、芸能できるって子は、あたし以外にはないわよ。おまけに小説まで書く子はね、まさこの皮肉はジミーには通じない。そう、そうなの。ジミーはむしろ天真爛漫とでも言いたい表情で、満足そうに頷ういた。それで、今日のご用は なあに、お姉ちゃま。ジミーの目にしばらく媚びが返ってきた。雅子はカッと頬がつくなった。とにかく盲点をつくことだ。ここまで引き寄せた魚を逃がすことはできない。雅子はジミーの目を見つめながらズバリと言った。あんたの小説、うちの雑誌に載せてみようか。これは今思いついたんだけど。ジミーの顔に抑えきれない微笑みが広がっていった。 明るい陽光の下で初めて間近に見るジミーの歯並びがマサコの目に眩しく映ってくる。造家の神はどこまでこの少年を偏愛したのだろう。マサコはまだ自分の知らないジミーの肉体の全ての美点をくまなく眺め尽くしたい欲望にかき立てられた。あんた一時間しか時間なかったのね。 ええ、でも、特別で仕事の話なら、一つお座敷すっぽかしたっていいのよ。女の人え、いいえ、ボクサーなの。ボクサーとこの美少年が、どこでどのような相方をするのかと、雅子は、目が、くらみそうな嫉妬にかられる。ジミーちゃんは、男の子しか好きじゃないの思い切った問いのくせに、雅子は、 会社で被る仮面の何もかも知り尽くしているといったさばけた女の表情をつけて聞いた。ちらっとジミーが上目遣いにマサコの顔をうかがった。お姉ちゃまは普通の女のお客と違うから本当のことを話すけどもね。ジミーがくすっと笑いを漏らしずるそうに両肩をすくめてみせた。女とじゃベッドに一緒に入ったって立たないのよ、あたし。 まさこは何気ない顔つきを装うだけで精一杯だ。少なくともジミーがまさこの下心の万分の一でも読み取っていたら、こんな言葉を口にすることができるだろうか。叩きのめされた気持ちを無理に引き立たせ、まさこはまた一分でも一秒でも長く、この美少年を引き止めたいと焦った。だって、ほら、あの、色気違いみたいなおばあちゃん、毎晩来てるじゃないの。 ああいう人には、ジミーちゃんは絶対付き合わないの嫌だ、よーしてよ。いくらなんだって、あんなの、しじみのかば焼きみたい。だって、ジミーちゃんはあの人に随分親切じゃないの。そりゃあ、店にいる限りは、お客ですもの。営業上のサービスはしなきゃ。ジミーはまさこの心中など、思いやっても見ない様子で、ちらちら三つの時計に目を走らせ始めた。 グラビアの写真はいつ撮るのカメラマンなら私の親友でとてもうまいのがいるんだけど。それはダメなのよ。社に専属の人がいてそれに撮らせることに決まってるから。話はもうなかった。雅子コは焦燥のあまり前後の資料もなくしてきた。何とかして共通の話題を探すことだ。雅子は昨日社で聞いたばかりの話を思い出すと勢い込んでいった。 そうそう、新橋のお菊ちゃんね。あの人とジミーの対談はどうかって話も、シャれ出てるんだけど。お菊ちゃんとは、ゲーバーのカイソだと称されている、有名な男であった。男色で名の通ったフランスの人気俳優が来日したとき、お菊ちゃんに一目惚れして、滞在中一日も欠か,かさず、お菊ちゃんのバーに通い詰めたというエピソードが残っていた。まさこが、ジミーのバーに、 嫌に熱心に通い詰める様子なのを、社ではいつもの仕事熱心と解釈して参考にしろとわざわざお菊場の存在を教えてくれたのだ。もちろん二人の対談企画などとっさの思いつきに過ぎなかった。有名な先輩の名を出すのが、ジミーの機嫌を取ることとばかり思っていたマサコは次の瞬間、思いがけないショックを受けた。ふん、お菊ちゃんだって。嫌なこった。 お姉ちゃま、あの人に会ったことあるのあんまり不機嫌なジミーの激しい動きに気を飲まれ、雅子はますます上がってしまった。会ったことなんてないわ。ただ写真見せられただけよ。でも素晴らしいハンサムじゃないの。いやね、一体あの人、いくつだと思ってらっしゃるの ?54 ぐらいだわよ。そばで見てごらんなさい。しばくちゃなはずよ。 雅子はやっとジミーの不機嫌の原因に思い至った。この種の少年たちは自分以外の美人の存在は徹底的に抹殺したいのだ。雅子はジミーにおもねるつもりで不覚にもジミーの自尊心に真っ向から刃を当てた結果になったらしい。雅子は惨めで髪をかきむしりたくなった。まるで奴隷だ。こんな。 10歳も年下の若い男の前にどこまで自分を落としてみせようというのか。そのくせ不機嫌にむっつりと黙り込んで、冷たく取り澄ました美少年の横顔に取りすがりたい執着が湧く。ジミーちゃん。雅子の声は緊張のあまり聞きづらいほど震えた。喉に絡まった声が固形物になる感触がして、 雅子は手のひらで自分の首を締めつけた。そのままの姿勢で目が異様にギラギラ光ってきた。ジミーちゃん。しばらく自分の方に向いたジミーの目にしがみつくように自分の目を絡ませて、雅子は今自分が何を言い出そうとしているのかわからなかった。あんた、お金がいるなら使ってもいいのよ。 私、三百万ぐらいならすぐ用意できてよ。宝石も、いくらか、ある。ジミーの美しい瞳が、まさこの目の前で、虚奪したように、見る間に瞳孔を広げていった。次の瞬間、その目にさっと、恐怖の色が湧いた。驚いたのね、ジミー。大丈夫なのよ。私は正気よ。 私は、みなしごで、ざいさんがあるのよ。ね、理解できない私は、ただ、あんたをあ、あんたをできることなら、買ってみたかったのよ。喋りながら、まさ子の胸に、絶望と悲哀が、染み渡っていった。まさ子は首を落とすと、手のひらで顔を覆った。 指の間から涙がにじみ出て、こう冷たく流れた。気がついた時、マサコの前からジミーの姿は消えていた。その夜雅子は8時過ぎ、社に顔を出した。明日から2、3日休むつもりで事務連絡のために出てきたのだ。雅子の胸中はまだジミーとの会見で生じた。 混乱と絶望にかき乱されていた。目の周りに、どす黒い熊が浮き、表情は苦痛で歪められている。まあ、菊岡さん、どうしたのあなたにも似合わないわ。一日中出どころがわからないなんて。デスクから同僚の前島愛子が咳込んで告げた。二時間ぐらい前から、ジミーって子が、しきりに電話をかけてきてるのよ。え、ジミーが 確かにジミーって言って。そうよ、あのゲイボーイでしょマサコが思いがけない報告に、ぼんやりした途端、アイコのデスクの電話が鳴った。ほら、きっとジミーよ。アイコは聞きもしないで受話器をマサコに渡した。あの、菊岡さん、まだいらっしゃいませんかあ、あたしよ、ジミー。あ、やっと捕まえた。あのね、 急にご相談したいことができたんです。今夜きっと来てください。初めて聞く電話の声は、きびきびと,とこらしい響きだった。まさこは、踊り上がる胸を押さえつけ、声を無理に低くめた。ええー、でも、何のご用ぜひ、お願いしたいことがあるんです。どうしても、今夜。でないと、あたし、死ななきゃならない。 ええ、ジミー、なんて言ったのええ、行きます。ええ、大丈夫よ。雅子は慌てきって、じわきを置いた。今夜は店は休みの札を出しておく。でも必ず来てくれ。二人で会いたい。そんなジミーの電話が、雅子には信じられない。昼間の会見で、ジミーとのことは、ぶち壊しになったと、今の今まで、絶望していたのではないか。 なんだか、この頃そわそわしたらしいわ。姉子、まさか、ミイラ鳥がミイラになったんじゃないでしょうね。愛子がデスクからメガネ越しに、雅子を見上げて、にやりとした。まさか、私はエッチじゃありませんよ。ウキウキした返事が、我知らずに出て、雅子は頬を染めた。車の外に駆け出すと、夢中で車を拾い、N へ飛ばした。 30分はたっぷりの車内の時間。雅子は何一つまとまった思考をすることができない。ジミーの店には言葉通り休業の白札が出してあった。ノックをすると中からすぐドアが開けられた。昼間、別れた時の白背広のままジミーが迎えた。雅子が入るのを待ちかねでドアを閉ざした。本当に一人なのね。ええ 二人でお話したかったから休みにしてしまったの。人気がないとこの薄暗いバーの中は気味が悪いほど寒々していた。赤い壁のランプの明かりだけがぼんやり二人の姿を映し出していた。お姉ちゃま、ジミーはいきなりまさこの両手を掴んだ。反射的に身を引こうとしてまさこは突然降って湧いた事態に気が点灯しそうになった。 ジミーは朝子の手を離さないで、じっと顔を見つめてきた。お姉ちゃま、信じてくれないかもしれないけど、あたし、大変なの。ジミーはまつげを伏せ、肩でため息をついた。見たこともないしおれきったジミーの様子に、まさコは胸が締め下げられる。それよりも、じっと握りしめて、離さないジミーの手が、まさコの神経を締め付ける。 今日、ボクサーに会うと言ったでしょ。倉橋というの。その男に30万ばかり貸してあった金を返してもらう約束で会いに行ったら。倉橋はジミーの金を返すどころか、それを爆打で吸ってしまい、その上、ジミーの店までかけて、物の見事を吸ったんだという。この店は、ジミーと倉橋の共同出資の形で始められていた。今夜12時までに相手に金を渡さなければ、 この店は取られてしまう。相手の男は、そうやって次々、チャバレーやバーを手に入れている札付きなのよ。殺し屋なんか何人も抱かえかているボスだから、とてもまともな掛け合いじゃ歯が立たないの。ジミーは打ちし折れて、兵素の陽気さも、生めかしさも影をとどめていない。赤い光線のせいで、差し打つ向いたジミーの方はピンク色に染まっているが、マサコには、 蒼白になっているように見えるのだ。ねえ、お姉ちゃんはブーケで行ったのほんとジミーが取りすがるようにマサコの顔を見上げた。ほんとよ、ジミー。マサコには勇気が湧き出すのが感じられる。大胆な仕草で自然にジミーの肩に手を置いていた。いくらいるの二百万。いいわ、現金を今夜ってのは無理だけど。 株券で間に合うでしょう。すぐ取ってきてあげましょう。お姉ちゃまジミーは感極まったように、マサコの胸に頭を押し付けてきた。強烈なヘアートニックの匂いがマサコの顔を突き上げる。意外に重いジミーの体を受け止めかねて、マサコはスタンドの椅子から転がり落ちた。ジミーが折り重なってマサコの上に倒れかかり、二人は抱き合った姿勢になり、土間に倒れ込んだ。 ジミーが引き起こそうと肩に手をかけたのと、マサコが自分から見起こしたのが同時だった。ハッとする近さにジミーの顔があった。香料の匂いに顔を包まれたと思うと、マサコはジミーの唇が自分のその上に覆いかかったのを感じた。夢中でマサコはジミーの背に両腕を回していた。滑らかなジミーの舌が自分の歯を分ける。 雅子は後頭部の痺れるような甲骨の中で自分の顔がジミーの顔にすげ替えられていく幻覚をありありと見た。30歳になって生まれて初めて知ったキスの甘さはこれ以上の快楽があるとは雅子には思えなかった。今夜約束されたジミーとのもっと深い快楽の味は 想像するのさえ、空恐ろしくなった。騙されているのかもしれない。マサコは頭の片隅ではっきりつぶやいていた。そう呟きながら、もう一人の見知らぬマサコが、生き生きと声を張り上げ、それがどうしたって言うのよ。前の声を打ち消していた。すぐ帰ってくるわ。車で行って、車に帰る。40分とかからないわ。どこにも行かず、ここにいてちょうだい。 雅子は手早く服の乱れを直し立ち上がった。扉口で振り返り、ニコッと笑った。民謡酒場の歌声を後ろに聞き流し、雅子は道行く人々の振り返るのも構わず、子供のように駆け出していた。歩いて五分ほどの商店街を息もつかず走り続け、広いバス道路へ飛び出した。その瞬間、雅子は全身に カッと激しい光を受けた。目撃者の目には、雅子の体は、直角に失踪してきた車の前へ、自ら飛び込んでいったとしか映らなかった。雅子の体は、ネオンに濡れた歩道に、頭から叩きつけられていた。えー 選び抜かれたとっておきの名作朗読文芸集「文芸」「ホラー」「スリラー」「サイコサスペンス」人生に潜むミステリアスな空間の数々おすすめはこちらよろしかったらチャンネル登録ボタンを押してください。